忘れてた、私人妻だった。忘れてたんや、忘れてるんかい。ヘガトップ、キンキです。チャイです。人間だ、人間ジャパンです。ちょっと間があるっすね。はい、ということで東京に帰ってきました、はい、っていうことです。いい部屋ですね。これでも3階なんですよ。あと2フロアあるから、うん、それはね、サブチャンで、はい、お届けしますね。はい、はい、ということで、いいですか、いかせて、はい、今日の企画は元気さんと青い空のドキドキラブラブドライブデート。ちょっと長かったね。ちょっと長くなりましたね、最初の方が。ご存知ですか、青い空をっていう。いや、だって私でも知ってるよ。本当ですか、うん。まあ、このね、人気ジャパン見てる世代の皆様は多分知ってるんじゃないかなと、うん、知らないやつはもう帰ってくれって話。まあもう厳しい。レジェンドです。そうだ、ね、もはや。え、そうだね、あれだよね、エビスマスカット。まあ初代マスカットだよね。でしょ、多分。ただもうな、俺は世代的にちょっと上やから、青い空さんを見たことはないかも、動画としては。なるほどね、うん、うん、あります、お二人は。え、あるよ、俺は。あるんだ。俺の世代だと思うけど。あ、そんぐらいの世代。じゃあ、あ、まあ人間27歳。あ、27歳、今年28。うん、元気でちょっと見てる、ね、俺多分、でもあ、しっかり多分見たって。ああ、感じ。画像を見てた俺。画像、まあ、まあ中学校の時はさ、動画とかを見れなかったよ、あんまり。まあ、情弱すぎるよ。え、だからエロ本的な感覚よ。まあ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 、動画ってあるって知らなかったんじゃん。っていうぐらいのね、まあレジェンドです、はいはい、日本 AV 女優の始まりの一人と言っても過言じゃないんだよね。そうだよね、創始者みたいな。なんかね、いろいろあって、たまたま、マジでたまたまなんです。あ、それこそでもさ、浅草の時に泊まってった、うん、ホテルで出会ったわけじゃないですか、関係者、ね、関わってる人と。元気の気持ち的には、まあ一応既婚者でいるんですよ、そらさん、はい、うわで、年上じゃないですか、うん、けど、やっぱ狙うっていうスタンスなんですか。まあ、そうだね、その気持ちはそれで、気持ちはそれで、気持ちはそれで、はい、ちょっとね、気持ちはそれで、とりあえず見ろってこと。いや、もうぜひ、お会いできるだけでも光栄なことですから、本当に。ちなみにこの前なんかね、舞妓さんのことを鳳凰って言ってましたけど、あ、本当の鳳凰ですよ、はい、だから。あー、そういうことね、ポケモンの話。そうそう、なんか浅見ゆうまがルフィやから。あー、いいね、そこね、こんな感じでね。石澤っ子はエンっていうのね、リオがスイ君とかそういう感じで、まあ、サンダーとか、サンダーとかはね、元気がデートしてきたものを、例のごとく、それ以外が、モルタリングして、はい、例の言うっていうことでございます。はい、じゃあ、皆さんドライブデート、人妻とドライブデート、お楽しみください。 Just do it! 言い直し受けた、 BKB。 確かに。ということで、私から仕切らせていただきましたよ。え、どうぞ。どうぞどうぞ。やってみる。まずいですか、ちょっと。いいです。やってみる。いや、ちょっともうやめましょう。はい、ということですね。コンテニングしていこうと思っております。はい。はい、まあ、結構前の映像なんで、うん、まあね、もう1ヶ月以上前なんですよ、確か。うん、じゃあ、やっていきましょう。じゃあ、見よう。サクッと、いきますか。はい、ということで、今日は、青い空さんと、ドライブデートということで、こちらですね、こちらのレンタカー、まさかの金っていう。あれみたいな、ただの青春の光の罰ゲームみたいな。あ、そっか、それか、塗ってですね。え、これ自分でチョイスしたの、これを。どういうことでしょ、かっこいいと思って。そう、今からマジの初対面なんですよ。そうね、初対面デートですから。まあ、年もね、割と上の方、大人の女性なので、まあ、今日のテーマは大人のデート、上品デートと行きたいと思います。まあ相手が、まあ人妻ってこともあるので、この先デートの先何ができるんだと、まあ現実的なことを考えると、まあ俺だけじゃなくてより深く知りたいので、俺とまあ知り合いとか交えて4人とかね、複数で飲み行きませんか、で LINE 交換する、 LINE 持ってないんで LINE 交換するとかが現実的かなと思うんで。現実的な、人妻への配慮がすごい、すごいね。なんかあったから過去に。まあそこをやって、でも今日終わりが、まあ、渋谷の方に帰る予定なんで、渋谷のねラブホテル勢いで行けるかもしれんな。ちょっと打診してみましょう。はい、どういうこと、言ってることは違う、ラブホに行こうとしてるやん。最後のゴールは渋谷のラブホテルということでやっていきたいと思います。はい、さあ、これは回っているのかな。なんか椅子かっこいいやん、なんか知ってたやつね。
卑猥な形にも見えてたね。どこがどの辺が。やべ、普通に緊張するな。ちょっと待てよ。暑いか。金やな、すごいね。はじめまして。いきなり映って大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はじめまして。はじめまして。うわ、本物ですね。青井空さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。うわー、いいよ、マジで。意味わかんねえからな、これ。出てくれ。そう。今日ちょっとドライブしながらいろいろ話したいなと思ってるんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、いやー、初対面すげー、緊張するな、こんな感じ。ゲッチさんすごいよね、こんなさらっと話せて。どうぞ。めっちゃなんかおしゃれな感じの上テラハみたいな。はじめまして。はじめまして。はじめまして。本当にはじめましてですもんね。ねえ、そうだよね。話は聞いてたけど。本当ですか？元気って言います。あ、はい、青井空と申します。お願いします。お願いします。元気って呼んでください。元気くんで。はい。はい、なんて、ジュンって呼べばいいですか？本名。ああ、でもいいんじゃん。今つかみはまあ、一笑いあったね。そうね。いきなりあれですけど、うん、本を読んだんですよ。あ、はい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 。夜が明けたら、夜が明けたら、夜が明けたら、あれめっちゃ良かったです。本当ですか、はい、ありがとうございます。今日はその、まあ、大社とか行くとこ行くわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、ちょっと、あ、じゃあ目的があるんだ。まあ、これ別になんか隠してるわけじゃないですけど、うん、ドライブスルー行って持ってこようかなっていう。おお、いいね。ドライブスルー、はい、なんだ、マック。マックじゃなくてスタバかなって。おお、はい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 、いいね。こんなか、ちょっと高校生が言う大人やね。イメージ。なんか喉とか書いてないですか。なんか一応水だけかなと思って。あら、気が使えますね。ちゃんとね。はい。ありがとうございます。初めましてで。しかも。ドライブってすごいよね。いや、すごいですよ。どんな状況っていうね。対面ドライブって結構えぐいよな、実際。お互いね、向こうもすごいよね。確かに、ね、あるもんね。逆に大丈夫、全然大丈夫ですか。うん、まあ、ちょっと人見知りあるけど、はい、あのソラちゃんでいると結構いける。あ、大丈夫というか、純だといけないんです。純だといけない。いや、でも純もソラも知りたいですよ。純ちゃんね、純もソラも知りたい。許せるか、元気いけるのこれ。もうそれこそ僕は中学生の頃に、うん、から見たことあるというか、見たことあるっていうのも、まあ、世代っちゃ世代、ちょっと下から26歳なんですよ、うん、今。じゃあ若いね。僕は正直動画とかあんまり見たことなくて、その頃って、まあ、別にスマホとか持ってなかったんで、なんか本人に言うやん、それ。エロ本とか、エロ本じゃないかな、エロ画像みたいな。あ、まあ、そっか、ぐらいのレベルなんですよ。スマホ持ってなかったです。持ってなかったから、なんかPSP とか見てたかもしれない。あー、見てた。そういうことか。PSP を見てた、見てた。PSP で見てたな。うちのお兄ちゃんとか、お兄ちゃんの友達も見てたわ。懐かしいな。そっか、26歳か、若いね。おいくつでしたっけ。ね、40歳になりました。あ、そうなんだ。そう、なんや。42年。やばい、やちぎれじゃない。まだ、なんですか。やめて、それこそ中国とかの活動。うん、そう。画面。そう。なんか中国の、中国に行こうって思って、はい、もう英語をやめたって感じ。はいはいはい、はい、っていうか、でも英語ペラペラだよね。あー、ちょっと、はい。もともとそれこそ口説く相手対象が日本人だけじゃ嫌だなと思って、うんうん、すげー、かっこいいわ。かっこいいのか、これ。え、それでその語学留学みたいなことをしたってこと。1回だけ5ヶ月ぐらいして、うん、5ヶ月なんだ。あとはもう独学というか、うん、自分で。それこそ僕らも、うん、今チーム4人でやってるんですけど、うんうんうん、やっぱ世界で発信していきたいっていうのはすごい思ってて、あ、すごい素晴らしいことだと思う。いや、でももう先にそれをやってるというか。だからねえ、なんかその辺のこう世界進出話を聞きたいの。確かに、日本だとなんか認めてもらえない感覚がすごくあって、はい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 、どうせ AV でしょみたいな、うんうん、花の仕事でしょみたいな感覚をなんかすごく思ってて、うんうん、なんか海外からこうなんか
イベントとかで呼ばれた時に、はい、その映画の出演とか呼ばれたりとかしてて、はいはい、でそれでなんか海外行くとなんかすごい心地がいいというか、はい、いや私 AV って裸やってましたけど大丈夫なんですかぐらいの、はいはいはい、なんか VIP 扱いしてくれるから、はいはい、なんか海外でやりたいっていう気持ちが強かったっていうだけかな、私はなんか。で、あの恋愛の話聞きたいんですよ、うん、お、いいですよ、全然。今結婚されて、おい、ね、3、4年目かな、4年、丸4年、はいはいはい、うん、人妻とデートしてる。そうだよね忘れてた、私人妻だった。忘れてたんや、忘れてるんかい、忘れてた。年下男子はどうなんですか。年下はね、はい、ずっと思ってるけど28以降が男だと思ってる。おい、何それ、そうなん、じゃまだ何それ何それ、ちょっと待って、あのまあまあまあ恋愛対象だから、はいはい、経験値がやっぱ28からぐんって上がるってイメージがあるの、人と話をしててね。今年だ俺28、そうなんや、人間経験値ぐんって上がるかな、上がるかな、ゼロになりかけてる逆に逆にぐんって下がる。まあ、俺ちょっと今日口説く余裕ないっす経験値がね、うわそうだな経験値すげえな、経験値少ないって見られてるけど、まあ28からって言ってるぐらいしな、モテまくりました。やっぱいや付き合うと長いからさ、はいはいはい、付き合った人数って考えたらでも10人ぐらい、あそんなに多くないですよ。20代はずっとそれで、30代になってからちょっとビッチになって、30代でそう、20代の頃とかも仕事を AV だし、そういう感じで見られたくないみたいな気持ちもすごくあって、なんかこう解放してくれたからちょっとギャランティーじゃないけど、もうちょっと体でみたいなこともあったし、セールスタイルね、なんでだよ、違うよ、うちそんなしてないよ、別にそのさんが悪いとかじゃないけど、それうちはしてない。スタバとか行きます、行く行く行く、めっちゃ行くよ、行きます、スターバックス、タケコール、スラットークいきなり頼むかね、ブラックコーヒー、スターバックスラッテのトール、あとはじゃあアイスコーヒーのトールで、モカだろ、モカ元気が強かったね、新作の甘いやつじゃなくていいの、ねえ、本当だよ、なんでナンパっていう響きが僕そんなに好きじゃないんですよ、うん、ナンパ師って呼ばれるのもそれこそ入り口だが、しかも認知されてる言葉だからナンパ師でいいんですけど、でも別にナンパ師って呼ばれたいわけではなくて、うん、AV 女優みたいなことだよね、きっと、うん、そうですそうですあんまりいいイメージがない、うん、そうなんです、だからどうしようかなって考えた時に、うん、新しい言葉を作りたいってなったんです。そのナンパってそれこそ硬派の逆でね、ちょっとチャラいとかイメージもあるし、響きもあんまりなんか、なんかちょっとナンパじゃなくて、うん、新しいものっていう言葉作ったの、あります、ね、何なんていうの、元気笑ってるやん、それそれそうだよね、ええええ、だ元気っすね、元気なんだけめっちゃ赤い、これはずいな、まあだからナンパやってる男かって最初多分イメージあったんですよ、まあ、今いろいろ聞いたらちょっと変わってくれた部分はあると思うので、うんうんうん、日本人が誰もが知ってるぐらいのスターになるつもりなんです。おー、すごい、はい、だからそうですね、僕を掴んでおくおかないわけにはいかないと思う、はい、あ、これ右、こうされてるやん、こうされてるやん、まあそうだよ、こじ開けたいよね二人とかは厳しいと思うんですよ、あー、はいはいはい、二人でデートはちょっと違うじゃないですか、うんうんうん、だからそのみんなでみたいな、ね、そうそう、複数とかでなんか、はい、なんかご飯とか行きたいな、ね、いいよいいよ全然、じゃあ、うん、個人の LINE とかも聞いていいんですか、いいよ、あ、マジですか、うん、全然本人、うん、全然、やった、純子、純子ホテルに行ってたじゃない、ホテル空気感、ホテルどうなんだったらしよむしろいないですか周り、あ、これなんかそういうみんなやっぱ結婚します周りとか、いやそんなことないよ、全然友達独身の人とかいるんですか、いるいる、ちょっと待って、この子口説いてよっていうところね、いやいやいや、そんなバンバン出してほしいわけじゃないですけど
普通になんか浅見ゆまちゃんっていう子いるけど、いいんすか浅見ゆまを、何紹介シリーズやばーテレモンショッキングみたいな懐かしいもうどん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 いくよそれゆまちゃん楽しいからつなげてあげるよまさかの葵さんとデートで浅見ゆまさんをつなげてもらうっていう結果ね。それはやばいね。あ、すごい結果やったな。渋谷にあるじゃない、道玄坂とかの方にラブホーガイがあるじゃないですか。うん、もうそれに無理やり車で行くっていうくだりを考えてたんですけど、完全に飲まれて。もうダメだったんだ。できなかったよ。無理だろ、あの空気は。じゃあ、はい、ということで。はい、もうそのデートは終わったんですよ一旦、はいはい、一旦終わって忘れてたんですよね忘れましたそうそう目的ね目これ、目的って言ったら悲しいんであそう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 だったそうだったデートが目的だもんねデートが楽しすぎてそうそう話すの忘れちゃったんだけど、はい、私今あの会社やってて、はい、美容液を作ってるんですよでめちゃくちゃいいんで持ってくの忘れたぐらいは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 いいやー今日忘れたから写真でねこちら一つどっかに出てきます、はい、ただじゃあメンバーさんにもあーいいんですかはい送りますあ本当ですか ありがとうございますちょっとね、まあ、今これモニタリングをね、うん、皆さんメンバーも見ると思うんで、うん、皆さんみんなで使っていきましょう、うん、はいお願いしますありがとうございますはい、はい、あ終わったねとりあえず俺が言いたいことはもう人妻だろうが本気で口説こうと思ってたんですけど、はいはいはい、全くできなかった。いやまあそりゃそうだよ。そりゃそうや。そりゃそう。しゃあない。それは多分そりゃそうっていう動画になってると思うんだけど。そりゃそうだよ。自分で思うや。今日まで深い話をいろいろできてたんだね。だからプラスアルファで、うん、だからそのそりゃそうで終わらないとすれば、だから浅見はそうだね。うん、まあでもまあすぐあのタケ行っちゃうから。まあ将来的にね。普通にまあ仲良くなれたらなと思う。確かに会いたい会いたい。うん。そらさん。ええあれ本当に使ってるんですかその、もらったやつ最後にあそうそうですそうだそうそうこれいいですよぜひ俺らもだから送ってくれるあそうそうだよそうだよあもうデートっぽくなかったデートじゃまあでもその、まあ、難しいよねそれやっていう、ね、年齢差もあるし階級差あるけどさちょっとエキシビジョンマッチで変身メイウェザーを見てる気分でした遊ばれてましたよあよういくねっていう逆にあそこにまあそのまずマッチがすごいしよくそのまあでも明日に今から出てきたからねミレザーが次の対戦パッケを紹介してくれたからよっ知ってんなよっ知ってんなまあ個人的には楽しかったですよいろいろなんか学ぶことがあったしチャイムもめちゃくちゃうなずいていくから本当に学びの姿勢それは30歳になったらビッチになるいやいやなんかさっきいやまあ遅いんだろうけどねそんなこと言ってある程度遊ぶの大切なんだなって思いましたそうってすごい言ってた遊びだぞチャイムがでも今遊んでみようって時期でしょいやいやだからそのもう違います結構焼けが流れてきたんだもんあ終わり終わりもうやらせてますおーチャンネル毎回入り方が登録してほしいよ今度ではなく今登録してほしいよ Have a nice day ちょうど曇りましたねちょうど曇りましたいやなんか入れようとしてるな本当毎回しっかり